やめじゃに平野紫耀と現役森本慎太郎インスタライブ禁断のコラボ実現の背景。皆様、こんにちは。本日は、ジャニーズ界で驚きと感動を呼ぶ出来事についてお伝えいたします。元キング・アンドプスの平野紫耀とシクストーンズへの森本慎太郎というジャニーズファンならお馴染みの名前が予想外のコラボレーションを果たした背景を探ってみましょう。ビュービュー。 禁断のコラボレーションが幕を開ける。平野紫耀が14日、インスタライブを配信した際、驚きの瞬間が訪れました。そのライブの中で、シクストーンズの森本慎太郎とされる人物からの生電話が鳴り、その瞬間はファンにとってまさに禁断のコラボが実現した瞬間と言えるでしょう。俺の親友から電話が来たんだけど、 平野の口からこぼれた言葉は、まさに彼自身の驚きと戸惑いを物語っています。これまでやめジャニと現役ジャニの共演は難しいとされてきましたが、この瞬間はその境界を超えた瞬間でした。インスタライブ上で電話の相手の名前や顔、声は出されませんでしたが、平野のコメントからは森本慎太郎の可能性が高いことが伺えます。 その後、SNS のトレンドランキングに森本慎太郎の名前が上がり、関係者によると、その予想は正しかったようです。ジャニーズ界のタブーを超えて、ジャニーズ界では、やめジャニが現役ジャニーズアイドルと共演することは稀でした。その象徴的な例がスマップです。しかし、森本慎太郎と平野紫耀のコラボは、 これまでのジャニーズ界の常識を覆すものと言えるでしょう。ジャニーズ事務所を退所したアイドルが現役アイドルと共演することは、ジャニーズの意向を恐れたテレビ局の対応によって難しさを伴っていました。しかしこのコラボは、その流れを変える可能性を秘めています。 なぜなら、ジャニーズ事務所の力が落ちつつあり、さらにジャニー北川前社長の性加害問題の影響で、従来の体制が揺らぐ中での出来事だからです。背景にある直伝という友情。森本慎太郎は、小学生の頃からジャニーズ事務所にスカウトされた経歴を持ちながらも、自身の意思で断り、その後も実直な性格を貫いてきました。 彼の真っ直ぐな性格が、やめじゃにとの共演に対する足機関習を気にせず、平野耀とのコラボを実現させた理由と言えるでしょう。平野耀と森本慎太郎は、学年の差こそありますが、信仰を深めた仲間です。森本が、だが、情熱はある、って高橋山とダブル主演したことも、ファンだけでなく、周囲を驚かせたはずです。 彼らの友情が、このコラボの背後にある一員であることは間違いありません。ジャニーズ界において、やめャニにと現役ジャニのコラボレーションは、これまで困難しされてきたことでした。しかし、平野市洋と森本慎太郎によるインスタライブの一場面が、その多重を破る重要な一歩となりました。ジャニーズ事務所の力の変化や、森本の真っ直ぐな性格が、 この背景に影響を与えたことは疑いありません。このコラボが今後のジャニーズ界における新たな流れを示唆していることは間違いなくファンにとっても楽しみな展開と言えるでしょう。今回の出来事はジャニーズ界のファンにとっては感慨深い瞬間であり、これからの展開がますます注目されることでしょう。このコラボが ジャニーズ界に新たな風をもたらす契機となることを期待し、今後の動向に注目したいと思います。